満州国陸軍軍管学校は、満州国新教特別市上下区道徳大に存在した、満州国陸軍の軍管学校である。略称は、軍校。満州帝国陸軍軍管学校、あるいは単に陸軍軍管学校と称した。また、愛部大、新部大、おさむ大等と同様に、所在地に道徳大という地名が付けられたことから、通称道徳大。 そこから道徳大陸軍軍艦学校とも呼ばれた。日本語の士官学校を漫語では軍艦学校と言い,い、満州国陸軍士官学校ではなく、満州国陸軍軍艦学校と称した。満州国軍の教育機関は1932年に設立された2年制の中央陸軍訓練ところに陸軍訓練学校へ改編に橋を発する。 中央陸軍訓練どころは在来の軍隊を主体として設立した満州国軍を真の国軍とするため国軍幹部要請の総合的教育機関として設立された。本校は1939年4月に満州国軍の正規過程に基づく軍艦を育成する機関として陸軍軍艦学校令に基づき新疆特別志向外に動画しより 東方約8キロメートル、吉林街道沿いのへしゃげトン大地に設立された。日本人将校を育成するだけの学校ではなく、台湾人、朝鮮人、満州人が同じ教育、訓練を受けた士官学校である。なお、毛古系満州人に対しては、1934年7月に毛古人軍艦養成を専門とする港湾軍艦学校が設立され、 1939年10月に陸軍公安学校に改称した。成績優秀者には満州国皇帝の愛新架羅不儀から恩師の金時計が与えられた。1941年からは皇帝の愛新架羅不決も教官を務めていた。満州国及び満州国軍の解散後、跡地は国民政府に接収され、 国境内戦後は中国人民解放軍戦車第三編連基地となる。現在同地には中国人民解放軍総工兵技術学院が立つ。生徒は午前6時起床天庫終了後、まず最初に天皇の居住する東方に向かって宮城用拝した後、再度満州国皇帝の居住する西方に向かって宮城用拝して1日を始めた。午前は、 学科の授業を行い、午後は、連平場や屋外で、劇権、重権術、柔道、不評戦闘技術などの術科教育を受けた。日本人は、日系生徒、それ以外は、毛古人、朝鮮人などもまとめて、満系生徒として区別されていた。日系生徒と満系生徒はそれぞれ別の教育中隊に分けられた。満系生徒の場合、2個、中隊8区隊に編成され、 一国体は30人から構成された。万系生徒は中学校から試験を受けることができたが、日系生徒は独自の試験がなく、内地の陸軍余科士官学校などの志願者から選抜されていた。日系生徒は満州で余科卒業後、本家は全員が内地の陸軍士官学校、陸軍経理学校、陸軍航空士官学校へと戻り、 日本軍の幹部候補生とともに学んだ。また、万系生徒も余下卒業生のうち選抜された成績優秀者は日本陸士編入特典が付与された。これは中央陸軍訓練どころにもあったが、中央陸軍訓練ところの生徒は満州国軍将校の身分で留学したため、一般生徒とは規挙や教育内容が違っているのに対して軍艦学校の生徒は、 一般生徒に混入されて帰居も教育内容も同じであった。第二次世界大戦後、万慶生徒たる朝鮮人出身者の多くは、軍事英語学校を経て、南朝鮮国防警備隊、そして大韓民国国軍に入った。彼らは、出身校や軍艦学校で培った横のつながりが非常に強く、その結果、同期で南朝鮮道同等に、 感化されて冷水、順天事件の折に祝軍運動の犠牲となった者も少なくなかったが、祝軍を免れた者は日本陸士、観光出身者同様に軍内部で出世することができ、また5.16軍事クーデターでの強力な支持基盤ともなった。一方で、朝鮮建国準備委員会の指示でソ連占領地域に越北した南朝鮮、国防警備対象校の多くが、 満州国軍出身者だった。当初正規の軍事訓練を受けたことで八祖除軍や東北抗日、津根軍出身者からは歓迎されていたが、翌年になると旧満州国軍出身者のほとんどが投獄されたという。唯一、満州国軍航空兵中尉だった、牧将官は釈放後に出世して、朝鮮人民軍の航空副司令官になったとも、 釈放されずそのまま収容所で酷使したとも言われる。1945年6月、余科卒業が近い6期生は、選挙悪化に伴い内地進学が中止となることを危惧しており、その数名が中隊長や区隊長に無断で関東軍司令部二次起訴これが通り、従って終戦時制とは7期生のみが満州に残っていた。ソ連侵攻後の8月10日には、 軍艦学校は関東軍の指揮下に入り、新京防衛戦に動員されることとなり、8月13日には軍艦学校生徒隊が新京郊外にて防衛の任についた。しかし、この段階ですでに万景商兵や生徒の離反が始まっており、8月14日の深夜には万景商兵と生徒の一部が軍艦学校輸送隊用の自動車20台を、 動かして脱出した。その後、8月15日の終戦直後に、万景生徒が一斉に離反、聖天白日記を掲げて、中国軍へと合流を表明する事態に至り、日系生徒との間で一瞬即発の事態となったが、日系と万景の共感同士の話し合いにより、日系共感と生徒が校舎を退去することで、決着した。ポツダム宣言受諾直後、 ソ連侵攻の情報が流れる中で、建国大学幹部が中心となり独自に、朝鮮との国境付近に拠点を作る動きがあり、軍艦学校の教官や生徒にも、部隊を離脱し参加するよう呼びかけがあった。しかし生徒参加は、軍艦学校幹部がガンとして応じず、結局参加したのは教官ら3人だけであり、しかも豪雨で阻まれ参加は頓挫した。その後、 心境に侵入した赤軍によって、軍艦学校の生徒や教官は捕虜となり、シベリア抑留で7期生の中でも95名が死亡したとされる。ありがとうございます。